私は桜井まりか1年。今の話本当ですか？ええ、もう逃げない、逃げたくない。私もユイ先輩と同じ気持ちだから、もしあなた、私も今の生徒会嫌で。私この学園に来れば、でも実際は全然違ってて、もうマリカちゃん、でも私のことなんかより、皆さん、うん、そうよね。それなら、そのと言っても、私バトルの方は全然ダメで、でもモテ、それはもちろん大歓迎だけど、いいの？はい、そうだ、皆さんのガンプラを見せてもらえませんか？いろいろアドバイスできることあると思います。なるほど。皆さんのガンプラとても素晴らしいです。愛がこもっていて良いパーターだ。チームで動くことも考えると、インナーフレームは見直…インナーフレームか。ずっと一人だったから気にしてなかったけど、私もいつも同じものを使っているので見直したいです。あなたはどうなの？どのフレームが気になります？基本中の基本であるバランスフレームが万能ではありますが、チームとしてはストライカーかガンナーを一人置いて攻撃の主軸を作りたいところですが、得体の知れない相手と戦うならエンチャントやサーチで対策した方がいいですし。マリカちゃん、ストップストップ。専門的…すみません、つい私話し出すと止まらなくて。そうね、フレームのタイプについてそれぞれ説明が欲しいわ。私も聞…では僭越ながら、まずはじめに、パーツとパーツに何らかの力が備わっているのは皆さん知っていると思いますが、インナーフレームは例えば今この機体はバランスフレームですが、近接攻撃に特化したフレームタイプであるストライカーフレームに変えると大きくパラメータが変わってきます。全く同じパーツ構成でも性能がガラッと変わり、よりプレイヤーの個性を出すことができる。それがインナー…またインナーフレームはアビリティを付加することで、さらにその性能を尖らせることもできるようにもなっています。自分の好みやチームでの役割に合わせてプレイスタイルを自由に変えられるってことね。その通りです。あと8個ある EX スキルのうち6個はそれぞれの V パーツが対応し、残りの2個はインナーフレーム固有のフレーム EX スキルと呼ばれるもので、覚醒中しか使えない代わりにフレームタイプによって効果もかなり違いますし、一度使用するだけで戦況が大きく動くこともあるので、この技、また EX スキルはパーツがなくなると使えなくなりますが、フレーム EX スキルはそういった心配がない。 EX スキルやフレーム EX スキルについては何度もバトルして覚えていくのが一番ね。ですね。どちらもいつでも好きに使えるものではありませんが、繰り返し使って…長くなりましたが以上です。他にわからないことがあればティップ。マリカちゃんすごいね。まだい…ええ、驚きました。私もガンプラ作りには自信があり…ありがとう…なんというか今の状況で…それなら今ちょ…でも…大丈夫です。この物質型は古いですがバトルシス…本当？すごい。わかりました、すぐ準備します。バトルルームにあるのとほとんど変わらないのね。インターフェースはほぼ同じです。オフラインなので機能制限があるのと動作が少し重いで。バトルシステム08起動。いつもはこんな表示は。なら初期設定のままでいいんじゃない？ユイ先輩って意外と雑な性格してますよね。え？はい、
すぐ頭に血が昇るというか直情的ですし。ハンス、入力終わりました。デフォルトのまま登録名はサイドゼロか。そういうところが雑と言いたいところですが、特に異論はありません。あなたは？なら私、存在しないはずのサイドゼロが、それじゃ早速バトル。はい、先輩たちが3人でチーム。ブルー
クエストもどんどん行きましょう。やった、クエストクリア。いい調子だね。見つけた、破壊の時間よ。プレイヤー4撃破されました。ポイント取れる。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。やった、クエストクリア。いい調子だね。あっ、見つけた。逃さないよ。プレイヤー4撃破されました。見えているわ。今のバトルって本当に？いえ、私には普通の G キューブのように思う。おかしいです。オンラインに繋がるはずは。どうしたの？誰かからメールが来てます。サイドゼロ、まさか。やめてください、ユイ先輩。これは定型のフレンド申請メールですね。差出し、でもオフラインだったのよね。こうなると分かりません。もしかすると、とりあえず考えてもしょうがないか。ユイ先輩って、それより考えなくちゃいけないのですね。私ね、ずっと考えていたの。どうすれば今のこの生徒会のやり方をやめさせて、そのための方法は一つしかない。まさかユイ先輩。ええ、強いものが正義。それが新しいルールを、ガンプラを楽しむ、名付けて V 作戦はベタすぎますよ先輩。じゃあ星1号作戦。被害甚大です。ああ、もう。作戦名は、ちなみにリーダーとして登録すると、手持ちの端末、バトルの予約や専用メールの送受信、フレンドとのボイスチャットも手持ちの端末。便利なシステムだよね。それでユイ先輩がそうおっしゃるなら、私のガンプラうまく扱ってくれるなら。
君ならそう言ってくれると思ってたわ。それじゃあリーダーは君で決まり。えい、えい。